次に井上桜委員の質問を許します。井上委員、初めに新市庁舎の建設について伺おうと思ったんですけど、時間がないのでこれは飛ばします。で、予算審査の初めに、本会議で市長に質問させていただきまして、放射線対策などでお答えをいただきました。その中でこれは本当に市長のお気持ちなんだろうなと思った答弁が2つあったんです。で、その1つが、子どもの被爆防止について、子どもたちが放射能被害に遭ってはならない、311前と同じ状況を取り戻すということについて努力を最善に尽くすというふうにお答えいただきました。で、その後ですね、南本牧最終処分場から1日あたり約200万ベクレルを超える放射性セシウムが垂れ流しになっているということが初めて公になりまして、まあ、さらに今現在もこれが改善されていないという問題が起きております。私はこの先ほど紹介した市長の答弁とこの事実の間がどうしてもつながらないんですね。で、市長はこのことについてはまずご存知だったのかどうか、そして、わずか120万円のコストですぐにでも大量のセシウムの放出を止められるのになぜそれをしないのか、まず伺います。はい、それは聞いておりました。それから旧車種のゼロルートをなぜ使用しないかということでございますが、処分場の内水と放流水のセシウムは測定開始以来不検出がついておりまして、国が定めた濃度限度を十分下回っております。現在工場でのゼオライトやベントナイトの添加、また処分場での、締め切り艇の設置作業などセシウムの低減対策を着実に進めております。このため排水処理施設の吸着塔に充填したゼオライトは通常時は使用せず、内水で濃度上昇が認められた場合に速やかに使用開始できるように準備を整えています。井上委員、まあ、今の国の基準の話はですね、私も何度も当局から聞いてるんです。で、ただですね、この今お話になった不検出というのはそもそも検出限界値が非常に高い20ベクレルという高い検査方法を取ってます。これをまず横浜市は、先ほどの質疑にもありましたが、今1ベクレルまで測れる機械を持っているわけですから、そこで測れば必ず検出されます。そうすればどれだけ出ているのか明らかになります。それをしていただきたい。そしてもう一つはですね、国の基準大丈夫ですというお話ですが、それは横浜市もこれに基づいていろんなシミュレーションしてます。しかしそれの中にはですね、この南本牧から放射性セシウムが垂れ流しになることによって、まあ、基準値以内であってもそれが出ることによって子どもたちがどれだけ被爆するかということが数字で出ています。つまりその分だけ横浜市の子どもたちはですね、余分に被爆するということが前提になっている基準なんです。ですからこれは先ほどの市長の答弁からすればこの点は見直していただく必要があるんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。林市長。はい、委員長。試験通水の数量でございますが、ドラム缶9万本に相当する1800万リットルでございまして、1リットルあたりの放射線セシウムの濃度は非常に低く、ごく微量でございます。国が定めた濃度限度を十分下回っており、十分安全だと考えております。井上委員、十分微量というのは濃度のことなんです。濃度で管理をしてきた結果、痛い病も水俣病も起きてるんです。濃度ではダメだから総量規制をしなければいけないという流れになったのが公害の繰り返しです。今それをまたやろうとしている横浜市がそれでいいのかどうかということをきちんと、これはですね、処分場を管理している資源循環局は自分の施設のことしか考えてません。自分の施設が基準に合っているかどうかしか考えてない。
だからそうではなくて環境中に放出されることがどうなのかと、必ず濃縮するし滞留します。だからこれはぜひその放射線対策本部としてですね、扱うようにこれは市長として指示していただけないでしょうか。すいません、試験通水の結果から排水処理施設の流入水の放射線セシウム濃度を算しますと、1リットル当たり 1.5 ベクレル程度で、飲料水などの新基準と比べても極めて微量でございます。まだそれ濃度のことをおっしゃってるんです。総量でいうと1日200万ベクレル出てるんです。お水はそんなに飲みません。一日にそんなに大量は飲まないんです。でも横浜港という横浜市のシンボルのところに1日200万ベクレル絶対量で出てるんです。だからそのことは微量とは言えないと思うんです。そこを総合的に検討するのは、これは資源循環局ではなくて放射線対策部ではないかと、そこのところをぜひ、見直しを図っていただきたい。今先生ご指摘いただいたことについてはですね、放射線部会でも十分に議論をしているということで申し上げているわけでございます。委員、残念でございます。